水垣山は、山梨県北都市にある標高2230メートルの山で、奥秩父の山域の主脈の一つ。旧須多間町域の最北部にあたる。日本百名山の一つ。古くからの信仰の山で、洞窟には、修験者の修行跡や国示が残り、山頂の西方には愚方岩があり、空海海山伝説も伝わる。全山が、 古くも母の花崗岩で形成される。南西部は、風化や、浸食の影響を受け、独特の岩峰がそびえる景観を作っており、地元では、小笛岩と呼ばれる。水垣とは、神社の周囲の垣根のことだが、三名の由来は三両を三分割する、三つなぎの添加説や、崖を意味する、垣に由来する説などがある。江戸時代後期に成立した、海の国史では、 たまるいと呼ばれる、金宝山に対し、随類,類を呼び習わしたとする説が紹介されている。水垣山に関係する文学として、俳人の前田フラが1937年1月17日に、東京日日新聞史上に発表した、海の山々の語句があり、その中に、水垣山を読んだ、かや枯れて、水垣山は蒼天に入るの句がある。前田は、山梨県を、 数多く訪問しており、1938年に、海の山々を解雇した、一区の誕生によれば1917年頃に、山梨を訪れた時に、五を着想したという。詩人の尾崎喜八は1935年に、刊行された、随筆集、山の絵本に収録されている随筆、花崗岩の国のイマージュにおいて、八ヶ岳や 金峰山など北駒の山岳について触れ、水垣山についても言及している。また、深田久也は、1964年に観光された、日本百名山において、水垣山を取り上げ、山名の考察を行っているほか、新葉樹の大森林から、まるでニョキニョキと岩が生えているようなと表現した。ノコギリ岩、大ヤスリ岩など、岩に、名前が付けられている。 近くに黒森光線、造温泉がある。ありがとうございます。